はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、まだ引き続き不思議な話、体験をですね、読ませていただきたいと思います。はい、お願いします。みーこさんからいただきました。はい。こんにちは。死ぬ間際の声が聞こえるということですが、私も似たような体験があります。うん、医療職として働いていますが、休日などでダラダラと家で過ごしたり、お買い物をしていると、ふわっと患者さんの香りを感じることがあります。そして次に出勤すると、その香りがした患者さんは亡くなっています。うん、多くの方が香りがした日に亡くなっていますが、香りがした時間と死亡時刻は異なります。職場で勤務中の場合は何も感じません。何度も受け持ちをしている方に多いので、私は最後に会いに来てくれたんだなぁと考えています。香りなら全然気になりませんが、声が聞こえるのは怖いですね。ということでいただきました。まあ、前回亡くなった方の声が聞こえるというね、はい、やつがあったと思うんですけども、それに対するような、お話でして、匂い。香り、うん、っていうか、人間の香りってあんまり記憶してないけどね、俺は。いや、僕わかりますよ。わかる？僕は奥さんの匂いわかりますね。あ、まあ特定のね、うん、人ならわかるかなと思うんだけど。でもこの間共演させていただいた三木大雲さんが、うん、人の病気の匂いがわかるみたいな言ってたから、多分それに近いんでしょうね。あと季節が変わる時の匂いがわかるとかね、なんかやっぱお坊さんとかと話してると刺繍じゃないけれども、うん、やっぱりこれから多分この人死ぬんやろうなとか、うん、すごい悩んでるんだろうなっていう人は匂いが違うって言ってましたね。多分、うん、生活が違うから、順風満帆に行ってる人と風呂入らんかったりとか、うん、ストレスでね。なんか物理的に匂い変わるような気もするけど、うん、この方はだから、勤務中ではないからね。うん、普段にふわっと急にするっていうパターン。これはちょっと、あんまりない話だなと思ったから。ちょっとだから、虫の知らせに近いような匂い。そうですね、匂いでね。っていう不思議体験をすごいですね。能力者じゃないですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次いきます。 SS さんからいただきました。ありがとうございます。キシパス様、大人気者の林様、林さんの奥様、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝見させていただいております。以前あった不思議な出来事をお話しさせていただきます。はい、20年近く前の出来事になりますが、当時夫が熱帯魚にはまり、熱帯魚に関わるグッズを購入しました。私はというと、数年前に家を建てたこともあり、風水に凝っていたため、風水的にもうもう猛反対をしていましたが、うん、そんなことはお構いもせず自分の部屋に配置をしました。うん、それから少し日が経ち、なぜか夫の体調が優れない日々が続き、病院巡りをすることに。うん、あらゆる医者に行くも原因が分からず、しまいには部屋に引きこもり、ベッドから起き上がれない状態までに。もともと怪我はしても病気とは無縁の体育会系な人、うん、20代の働き盛りで家も買ってしまい、子供も抱えて途方に暮れている日々が続きます。うん、そんな日が数ヶ月続き、日に日に気力と精気がなくなっていく夫を見て、思わず、だからあれだけ言ったじゃん、この部屋に水槽なんか置いたからこんなことになったんだから、と思わず大声を上げてしまいました。うん、何を言っても無反応で、ベッドから起き上がることもない状態の夫でしたが、思い立ったかのように水槽セットを庭へ運び、処分することに決めた。それからというもの、この数ヶ月が何だったのかと思わせる回復を。うーん、そして水槽はというと、数万円かけて購入したこともあり、知人にあげることにしたそうです。うん、それから少し経って、水槽をあげた知人が部屋の真ん中であぐらをかき、ガソリンをかぶって焼身自殺をしたそうです。私は以前一度会ったことがありましたが、とても明るく面白い方で、まさか自殺をするような人には見えませんでした。お、水槽と関係があるかは分かりませんが、コメントさせていただきました、ということでいただきました。うん、まあ、水槽、熱帯魚の水槽を、まあ風水的にめちゃくちゃ悪いところに置いちゃったってことですよね。で、普通にベッドから起き上がるのも困難になるような状態になったのに、それをやめて
人にあげたら治って、みるみる良くなると。でなぜかその水槽をもらった人が今度はあぐらをかいて焼身自殺したという話ですけども、風水とかじゃなくね、ね、呪いの水槽じゃねえのって思うよね。いや思っちゃうよね。だからそのさあ、例えばだけれども、うん、金運アップでどこどこに切れ物を置いたらとか、トイレきれいにしたらって言うけどさ、はいはい、水槽をどこどこに置いたら焼身自殺しますなんていうのはないでしょ、風水で。そこまでのやつは。聞いたことないね。だからこれなんか、この水槽が良くないって思っちゃうけど。水槽をそこに置くことが良く、うん、猛反対ですからね、うん。相当なんか良くない場所だったんでしょうね、風水的に。テレビの上とか、まずね。わかんないけど水槽の上とか薄がいなバカじゃないみたいなことなのかもしれないけど、でそれで、うん、そこに置いとくと なんか邪気みたいなのがやたらとたまるとか、そういうことなのかな、まあ、ね、まあありますよとかね。僕はあのお魚好きなんで、うん、いつか水槽を僕飼って、はいはい、お魚飼いたいんですよね。その熱帯魚みたいなやつ。そう、魚すんごい好きで水族館に行くのよ。好きなんだ。水族館すんごい行く。あと動物も好きやから動物園もよう行く。へえ。苦手ではあるんですけどね、触ったりとか近づくのは苦手なんですけど、うん、ちょっと遠目から動物を檻をまあ一個あったらば見られるんで、うん、僕すごい見に行きます、動物園とか。それどういう気持ちで見てるの。いるなーって。あ、そういう感じなの、うん、動物がいるなーって。人間でも一緒じゃない。お魚がいるなー。魚はでも見てて気持ちいいですね。へえ。魚を飼いたいんで、感情がない、どこに置いたらダメなのか聞きたいですけどね。確かにね、うん、もうでもあるんだろうな、水物だし、ね、でしょうね、あのなんかどこ置いたらあかんよね、うん、と思いますけど、はい、ちょっと変わった話ありがとうございます。ありがとうございます。これもねちょっとあんまり聞いたことない話というか、ナッツさんからいただきました。ありがとうございます。不思議な体験が数年続いたのでコメントさせていただきます。初めて気がついた時は5歳の頃だったと思います、うん。幼馴染と近所の友達と秘密基地を作ったり、雑草が生い茂った公園で日中遊び、夕方バイバイをして家に帰り、夕飯までの時間に疲れて寝てしまい、起きた後、あれ？なんか体中が痛いと思いましたが、気にせずご飯を食べ、お風呂に入った時に体中がしみるので見てみると、軽くカッターで切られたような傷が様々な角度から縦横斜めとついていました。ミミズ腫れとかではなく血が滲む程度の傷で、傷口は腫れもない状態です、うん。傷の長さは15センチから30センチくらいでした。足、腕、お腹、背中、お尻と全身に傷があり、幼い頃だったので葉っぱで切れたんだと思い気にせず過ごしていました。小学生になり、また同じような傷が全身にできていたのですが、何だろうと思いつつ、忘れた頃にまた傷ができて、かまいたちかなと本気で怖くなり、親にも誰にも話せずにいました。考えてみると服を着ているので、葉っぱで切ったとしても服の中まで切れていることはおかしいと思い、さらに怖くなりました。そういうことが中学生、高校生、大人になってからもあり、毎回お風呂に入った時にしみるので気がつきますが、原因は分かりません。結婚してからも傷が出たので旦那に見せたのですが、寝てる間にかきむしったんじゃないの？と言われたのですが、爪で引っかいた後では傷の方向が同じになるし、こんな細い傷にはならないでしょ？と言うと、だね、なんだろうと解決しないまま話が終わってしまいました、うん。長年原因不明で傷が最後に出たのは30代、傷の写真を撮ったのですが間違えて消してしまいました、うん。子供を出産してからは傷ができることはなくなりましたが、とても不思議な体験でした。長文ラブ失礼しました、はい、ということでいただきました。うん、なんかこれこそあれじゃないですか、ちょっと妖怪の仕業とかそういうっぽい話になるのかなと思ったんですけどね。まあ、ずっどうなんすよね、この人。かまいたちってそのついてくることはあのなんかさ、通り魔的な犯行じゃない。そう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 、俺、まあ、確実にそうとは言えないけど。そうです、そうです。そうだよね。しかも屋外。そうそう、屋外だしね、うん。それがもう幼少期から大人に30代までなるまでずっと続いてると。で、子供を産んだら亡くなるっていう、これまたすごいよくわからない要素が多い話ですけれども、あんまり
好きじゃない話だけど、うん、前世とかね。前世？子供を産むまでの期間っていうことは、うんうん、その要は前世、前々世とかで、はいはいはい、子供に関する何かがあって、うん、でそれでずっと引っかかれてるみたいな子供に。だから細い傷跡やみたいな ね、うん、で子供を産むことによって、うん、その恨みみたいなのがなくなるとしたら、うん、例えば産み落とせなかった人がいたとかね、はいはいはい、下ろしてしまった人がいたとか前に、うんうん、とかってあったら、まあそう子供を産んで亡くなるっていうのはちょっと理由がつくなと思いますけど。なるほどね、うん、もうなんか考えられるとしたらさ、あの、うん、アレルギー系とかさ、そういうのもあるのかなとか思ったんだけど、うんうん、そんなに体質って変わるのかね子供。あ、まあ、体質変わるは変わるけどね。アレルギーは変わるっていうよね、うん、だから毎年そのアレルギーの検査したら全然違う結果やっていうのね、あるよね、うん、そうって言うよね。いや、なんかどういう傷かとかでね、ちょっと見てみないことには何とも言えないですけど、うん、そうっすね。でもこれは結構嫌だなと思ったね、うん、その爪痕ね、うん、気持ち悪い、確かにね、うん、はい、ということで、はい、これも変わった話でした。じゃあこちらも不思議な話でございます、はい、伊達の雲、伊達の雲さん、伊達の雲さんかな、はい、はい、からいただきました。ありがとうございます。幼少期です。お盆のお墓参りの車中でお寺が火事だ火事だと騒ぐ私、うん、突然何を騒ぐのかと家族に叱られた悔しい思い出があります。お寺全体が炎に包まれた状態に見えましたが誰にも見えていないようでした。忘れていた出来事でしたが10年くらい後に家族の笑い話にされその記憶が戻りました、うん、その後テレビで同じ体験談があり無数の人玉でお寺が火事に見えたと述べられていました。ちょうどお盆ですし炎が動いて去ったと聞いて遠い記憶が蘇りましたということでいただきました。すごい、なるほどなってちょっと思う話じゃないですか。お盆で帰ってきてそうそうお寺参りしてるんや。だからそのお寺が火事に見えたんですよね子供の頃、うんうんうん、火事ではなく、うんまあ、いわゆる人玉的なものがもう大量にあったから炎がまあ燃えてるように見えたということじゃないかという話ですね、うん、早友さんでしたっけ、鶴瓶さん街で見たら火柱みたいになってたみたいな、亡くなったファンが集まってみたいな、なんかね生き霊の話だよね、そう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 みたいな話してましたよ ね、 あれはでも確かにあのオーラみたいなのとかさ、うん、あるよね、そのすごすぎると、うんそれって一瞬わからないみたいな状況になるっていうのはね、うんうん、なんか言ってましたよね、うん、それと一緒なんでしょうね。でお前もなんかあったじゃん、あのお守り大量にリュックに背負って入れてたらなんかいろんな人がこう、ね、手を拝むみたいなのが、うん、あのおばあちゃんとか、うん、お坊さんとかこうやって下げてくるみたいな、ね、どうされたんですかって言ったら、後光が差しておられたものでって言われて、うん、だからしょってたからね、お守りで大量のそうそういつもより多めのオーラを放ってたんじゃないかみたいな、しょってたから多分そうでしょうねいや知らないけど、うん、まあでもそういう、ね、可能性があるんだなというか、うん、これ面白いなと思った。だからなんかその何かが燃えているっていう間違いですね、うん、ねっていう話の中にはこういう人玉との見間違いっていう可能性があるんだっていうのはちょっと、分かりましたね。じゃあもうお盆浅草行けんな。いやー、ね、むちゃくちゃ火だらけ、うん、うん、燃えてるから。まあそうだよね、うん、特にお盆とかはどこでもそうなんのかな。お盆、ね、お正月とかもそうなんかな、わかんないですけどね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあこれ最後にしようかな。はい、レイコ山並さんかな、はい、はい、いただきました。正座で笑うのもめっちゃ怖いですが、私も小学生の頃ある朝起きたら母親に大変怖がられた体験があります、うん、というのもある朝目が覚めたら部屋中の電気がついており、不思議に思っていると母親に怪訝な顔でこう言われました。あんた昨日のこと覚えてんの？と。母子家庭だった我が家は母一人子一人で兄弟もおりませんでしたが、若くに離婚した母親は小学生だった私を寝かしつけては昼間の仕事とは別に夜はスナックで働きに出かけたり、あるいはそのまま飲みに行っては夜中に帰るということが多々ありました、うん、ある日夜中にそーっと帰ってきた母親が私の横に寝ようとした時、突然私がガバッと起き、わざわざあぐらをかいて座り直し、
おいお前、今何時だと思ってるんだ。いつも子供を一人残して、いくらお金のためとはいえ少しは考えなさい、と方言で叱ったかと思うとバタンと倒れ、そのまま寝息を立てて寝てしまったそうです、うん、その声ははっきりと大人の男の人の声だったそうです。沖縄の方言は癖がありますが、その時も母曰くその言葉は子供が使わないような年寄りが使う方言だったそう。私の祖父は母がまだ乳児だった頃に戦死しており、声も顔も覚えていないけれど、あれはお父さんだったんだろうね、とだいぶ驚いていました。怖がりの母はいくら父親だったかもしれないと言っても、その時は理解できず、怖くて部屋中の電気を朝までつけ、不気味な私を見て結局朝まで寝れなかったそうです。そして私は何一つ覚えていません。そんな不思議な体験なんでした、ということでいただきました。はい、これもだから無意識状態でおじいちゃんが取り付いたんじゃないかみたいな話ではあるんですけれども、うんうん、叱りつけたんや。ねえ、ね、すごい違和感じゃない。だって子供がね、おいお前何時だと思ってんだよ、うん、いつも子供を一人残してって子供が言ってんだよ。そう、あぐらかいて何なんそれって思えない。ねでもこれすごいのはさ、そのお母さんもそのお父さんも知らないんだよね。だから要は乳児の頃が戦死してるから、それで降りてきても知らないおじさんじゃん。うん、怖いよね。なんでそんな急に知らないおじさんがって思うよね。だから今はないけどさ、昔はさ、うん、隣のおじさんとかがさ、うん、隣その近所の人叱ったりしてたけど、子供をね、それやって思っちゃうよな。だってこれどっかの近所のおじさんが入ってきて、そうだね、うん、でまあ確信持てないよねこれずっと、うん、多分お父さんだっただろうけど、じゃなかったとしても怖えなっていうね。ずっとだから近所の人かもしれんしね、うんうん、でやっぱ怖くてずっとね寝らんなかったみたいな言ってるし、まあだからお父さんのこと知ってればお父さんって確信が持ってて、うん、安心できるのかもしれないけどね。そんなパターンあるんだね。そんな生前仲良かったとかさ、うん、まあね、生前ちゃんとなんかコミュニケーション取ってたらとかなら分かるけど、うん、乳児の頃って記憶ない人でも降りてくんだなっていう。だからこそなんじゃない、なんかね、その大人になってる時を知らないから、ずっと見守ってあげないとみたいな、うん、責任感があるのかね、うん、ちっちゃい頃にねっていうことかもしれない、うん、っていうね。まあちょっと、うんうん、まあいい話でもあるような感じの話でございました、はい、かなり不思議体験、ちょっとバラバラな、ね、感じではありますけれども、多ジャンルいただきましたので読ませていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。